どうも、フィッシャーズシルクです。どうです。君は何部だった？元野球部でございます。小学校2年から専門学校2年まで野球部だった。何投げてたの？ボールだけど。怒られた。ボールだけど。サジとか投げないよ。あ、ピッチャーか。3、4年。そうなんですよ。君は？僕バスケ部。結構長いことバスケやってたもんね。小3から高3まで。ってことでですね、私はバスケ部で、まあ、俺もどっちかっていうと、まあ、指先の。結構感覚のスポーツだよね、そうだね。ほとんど違うものだけど、微妙に似てる点あるから。ってなわけで。はい、今日遠いなカメラ。はい、ゴミパックで、俺ね、すげえ前に出した動画があって、俺ゴミ箱にシュート絶対外さないの。おお、そう。じゃあそれで一回やるので三脚をつけています。とりあえずね、これ、うん、はい、ゴミ箱でこういくね。競技形式でこれやるのないじゃん。そうだね。うわ、さすが。さすがね。なんだったらね、リモコン投げていいのこれ。もうこれ投げリモコンで鼻ほじるときあるんだよ。リモコンで鼻ほじったとしてもこれは投げない。もうゴミ箱に入れなきゃなるじゃん。あ、ひどい。ひどいじゃないよ、やらすかんだろお前が。痛いよ。ってなわけでですね、このゴミ箱にピュッピュッピュッって投げて入れるやつを、おもちゃ化されてると。そんなのあんの？いや、さっき出したじゃん。逃げ回るゴミ箱に自分の色の紙くずを投げ入れろ。例えば俺が赤、お前が青だったら自分の色の青のやつをゴミ箱に入れる。これが得点化されるんだろ。よーい、どんどんバーッて拾いってさっさっさっ。あ、超面白い。絵で見ると分かりやすいでしょ。ほら、これこんな感じでやります。拾った場所からヒャッ。あー、でっかいじゃん。やった、できた。こっちのスイッチ入れてみていいですか。あ、この子喋んないよ。あ、かわいい。あーこらこら、勝てるだって。なるほどね。あー、面白い。やってこうよ。じゃあ、5回。はい、はい、はい、はい。こいつが動き出したらスタートです。では、ゴミ箱、電気つけます。いやー、この辺がこういうスタートにしよう。いいか、絶対バックすんだよ。レディーゴー。あ、いいね。しまった、しまった。これ待って、楽しいな。ただ思ったんだ、俺らでかすぎてさ、大体どの場所に届くんだよ。よし、じゃあもう一回ゴミパックやりましょうか。まあ前進するだろう。いきます。では2バトル目、先にこう全部入れた方が勝ちね。いくよ、レディーゴー。さあ、いくぞ。まあもう次は前進だな。いくよ、よーい、スタート。なんでポイントだけやろ。あ、これあの、半開きでない。あ、そう、そう。俺の足の方来ないでくれよ。俺の頭になくなった。おい、あ、やった、やった。負けた。あの、こいつを避けようとして大体ミスるんだよな。そう、危ないこいつ。よっしゃー、もう一回やろう。待て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 。今度逆にさ、お互い6個持った状態でここから動かないってね。ああ、いいよ。ということでですね、僕たちのじゃあオリジナルの紙持っといて、持っといて、ゴミパックンがバーッて移動するのをその場所からこう。そんな感じ、そんな感じ。はい、今はじゃあ30秒なので1分でいきましょう。オッケー、1分でいきます。はい、よーい、スタート。やり直しますか。そんなことあるんだ。いきます、レディーゴッ。そんなことあるの。よし、仕切り直しまして、押します、ゴッ。仕切り直しまして、レディーゴッ。やばい、チャンスタイムだ。
お前来るなよ来るなよ。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。